はい、太もも触っていきますよ、結構。え？太もものね。痛い痛い。痛い。座り仕事、立ち仕事、どっちなんです？座ってるかな。あ、じゃあ座り仕事だったらね、こうずっとこうやって座って圧迫されてるので、この辺が硬くなってしまうんですよ。で、腰痛になってしまうというか。なんか座ったりもするけど、はい、立ったりもするかな。なるほど。足は伸ばしておいてください。危ない。はい。すいません。いや、大丈夫です。しましょうね、じゃあすいません、すいません、これぐらいで当たってます？大丈夫です、はい、風来てる？はい。だめだ、だめだ、痛すぎてね。痛すぎて、みんな上がらないですか？上がる人は上がります。やっぱり上がる。右左どっちとかあります？右の方が硬かったですね。なので立たれたりとかするときに右足に重心がかかってるのかな。足だけでこんなに痛かった。お尻までが痛い。上半身そこまでだと思うんですけど。硬い方ですか？ここ硬い方、うん、まあまあうちの店では普通ぐらい。あ、普通ぐらい。はい。よいしょ。あ、痛い。なんか結構どこ行っても硬い方って言われる。まあ、うちはほら、あの痛い店ですから、はい、強しの店ですから、そんなね、もっと硬い人いっぱいですから、これはなんか気持ちよくて寝るとかじゃないです。何人かおられますよ。いてるんですか？いてます、いてます。っていうか、力足らないって怒られてる人もいます。それでも絶対男性ですよ。男性ですね。常連の
人は常連でしょうね。常連の方はね、毎週来たりする方もおられますよ。ずっと気にはなってて、あ、ありがとうございます。痛いからな、みたいなね、うん、